料理男子を目指す宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。今日料理を教えてくれる先生は本田陽一先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今日のイケメシはこちらです。切ってあえて加熱するだけ、時短メニューレンジプルコギ。材料です。牛切り落とし肉 200g、 豆もやし 100g、 このほかご覧の食材と調味料を用意してください。はい、じゃあ宗像さん、お肉切っていきましょう。はい、このお肉は切りますか？そうね、今日切り落としで割と一口大になってればそのままで良いと思います。今回は大きいものがなかったから切らずにそのままで OK。 で、今日はプルコギにしていきたいので、もやしとかニラとか人参同じぐらいの大きさにしたいんですが、もやしはあんま大きさ変わらないので、だいたいそれだと長さ半分ぐらい、半分、はい、はい、切って、そこから短冊切りにしていってください。はい、さすがにすぐ分かる、短冊はもう、そう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 、短冊の形ね七夕の短冊ね。繊維に沿って切れば仕上がった時食感が良くなるよ。続いてニラを切っていきましょう。はい、人参と同じぐらいの長さに切ってもらえれば。ニラは4センチほどの長さにカット。はい、じゃあ宗像さん、味付けしていきましょう。耐熱皿に具材を全部入れちゃってください。はい、入れる順番関係なし、ガサッと重ねよう。でお肉も入れてしまって、したら調味料入れていきましょう。はい、もう上からどんどんかけちゃって大丈夫。ここはそれの半分ぐらいかな、とりあえずお好みだけどね。それごま油、あとからねガサッと絡めちゃうので、それもバサバサって入れちゃって大丈夫です。焼肉のタレで今日は手軽に味付けしていきましょう。ニンニクのすりおろし、生のものを入れてもらえればより香りは豊かになります。辛いのが好きだったらそのぐらい、豆板醤全部入れちゃって大丈夫ですけど、まあ半分ぐらいかなぐらいのお好み量で、入んないとね、なんとなくプルコギっていうよりも焼肉のタレ味みたいな感じなんだけど、調味料が全体に行き渡るようよく混ぜ合わせよう。でなんとなくね、お肉をちょっと全体にこう一箇所に固まると熱ムラになっちゃうので広げておいてください。さあここで今日のイケメシポイント。電子レンジで加熱することで時短になります。ではラップをかけてください。はい、ラップはふわりとかければ OK。 電子レンジは600ワットで6分から7分加熱しよう。加熱したらすりごまを振りかけよう。香ばしさがプラスされるよ。軽く混ぜ合わせて完成。とっても美味しそうだね。レンジで温めただけなのに本格的な味がします。これは白いご飯に合いそうです。とっても簡単なんですけど、電子レンジにこう入れる前の状態にして冷蔵庫に入れておいて、朝出てって帰ってきてからチンするとかでもできるので、とっても簡単だと思います。簡単に作れるので皆さんもぜひ作ってみてください。